こんにちは、柴田です。今回は東海のレスポールのレビューなんですけれども、2021年製メイドインジャパンです。おはようございます。東海というとですね、ジャパンヴィンテージというイメージが強いかと思うんですが、今回はですね、直近の2021年、しかもなんとメイドインジャパンと純国産の東海のレスポール、それはそれはいいに決まってるという風な感じがしますよね。見た感じもですね、非常に高級感があって、塗装も綺麗、やはりね、メイドインジャパンですね。作りがすごく綺麗です。持った感じの雰囲気としては、重量がですね 4.2 なんですけれども、そんなね重い感じがしないですね。ネックはですね、レスポールらしく太いです。作りが丁寧なので、フィット感もねいいです。ではよって、ちょっと各パーツをですね、ご覧いただこうかと思います。まずはヘッド見ていきましょう。ギブソンにそっくりです。このヘッドの形もそうですけど、ラブロック、ちょっと遠目に見たらレスポールに見えるんじゃないかと。で、ローズウッド、綺麗なゴールドですね。で、 P90 が2発乗っかっております。で、このバーブリッジ、これがね、ヴィンテージ感が溢れていてかっこいいですね。そしてスピードのノブ、これもね、高級感があります。で、ペグですね。オリジナルだと思うんですけれど、めちゃめちゃ精巧です。かなり細かくですね、チューニングできます。そして、ここにメイドインジャパンの表記がされておりまして、ネックはマホガニーと。綺麗な目ですね。そしてボディバッグもマホガニーと。ルックスからね、ヴィンテージ感あふれていてめちゃめちゃかっこいいなと。それでは音鳴らしていきたいと思います。